万歳！万歳！農協職員からアメリカ留学、そして東大教授と異色の経歴を持つ蒲島知事が新知事に就任したのは今から16年前。今日この日から皆さんと共に熊本の夢の実現に向けて頑張りたいと。変革と決断力を訴え、県政のトップとなった蒲島知事。まずは危機的な状況に陥っていた財政の再建に取り組みました。そして次に取り組んだのは川辺川ダム問題でした。白紙撤回し、ダムによらない地域対策を追求すべきであると判断したことを表明いたします。ダム建設を白紙にすると表明、国の公共事業の在り方に一石を投じました。できないことは言わない、言ったことはやるという、そのような観点からこの4年間を進めていきたいと思っています。このように語り2期目のスタート。九州新幹線全線開業を機に登場したくまモンは変貌を遂げながら海外でも人気に。知事のいわば分身として熊本の情報発信には欠かせない存在となりました。しかし2期目の最終日前日、未曽有の災害が熊本を襲います。一日も早い被災者の生活再建と被災地の創造的復興を果たすことが蒲島県政3期目の最大の責務であります。震災前の姿に戻すのではなく、より良い復興を。次の災害への備えや生活再建にとどまらず、熊本空港や道路網など関連したインフラ整備も進めていきます。そのような中で4期目に入った2020年7月、人吉球磨地方を豪雨が襲います。球磨川流域の甚大な被害を目の当たりにした蒲島知事は、ダムはいらんと、それでもできると言ったのが私の2008年です。でも今は言えません。それは白紙から一転、流水型、いわゆる穴あきダムの建設を国に求めると表明したのです。平時には流れを止めずに清流を守り、洪水時には確実に水をためる流水型ダムを加えることが現在の民意に応える唯一の選択肢だと。それは命と環境を守る決断だと訴えました。しかしダムに水がたまると村の一部が水没する五木村の振興についてはまたも翻弄される形となりました。蒲島知事が100年に一度のビッグチャンスと称したのが、台湾の大手半導体メーカー TSMC の県内進出でした。すでに発表されている第2工場も含めた県内での経済波及効果は2030年までで10兆5000億円以上と見込まれています。熊本を目覚めさせ、躍動し、飛躍する県に変えていくという目標は今その姿を見せ始めています。この TSMC に関連し、交通渋滞や地下水への懸念、そして水俣病問題などはバトンを渡しつつ、この16年を蒲島知事はこのような表現で総括しました。多くの逆境に見舞われた蒲島県政だったと思いますが、しかしながらそれ以上に夢にあふれた16年間ではなかったかなと思っています。